皆さんこんにちは。黒い猫だにゃん。今日は馬を捕まえてみようと思ってるにゃん。ここは、オウムの森。マップを開きます。はい、入れるからちょっと西側この辺りです。さあ、馬がいます。近づいていきましょう。じゃあこいつを捕まえます。まずはロー、はい、ターゲットを馬に当てるとこんな風にちょっと赤くなったら、動いてるときは投げちゃいけない。よし、あれ逃げた。行くぞ、えい、よし、ここで近づきます。はい、勝ったら連打、スペース連打、連打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 、頑張れ、連打連打。よし、また近づきます。はい、そしたら連打、うー、連打連打連打、厳しい、頑張れ、連打頑張る。よし、そして近づいて近づいて、よし、馬にめり込むぐらい近づきます。はい、この状態でアイテム使用、えい、開くといろいろあるけど、この黒砂糖の塊っていうのを選びます。こっち、この状態でしばらく待ちます。歌でも歌いましょうかね。猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んじゃ踏んじゃ踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んじゃ踏んじゃ踏んじゃった。本当に猫を踏んだら嫌だにゃん。さあ、だいたい1分ぐらい待ったらいいかにゃ。ここらでもう1個アイテムをあげましょう。ポチ、はい、2個しか持ってこなかったのでなくなってしまったにゃ。どこかのサイトでは3つあげるといいって書いてあったけど、まあ2つでもいけるでしょう。さて、そろそろいい頃かな。じゃあ R を押して乗ります。えい、乗れた、よし、成功だ、わーい。そしたら一旦降ります。そして厩舎まで走っていくにゃん。走るとこうやって馬がついてくる、かわいいね。よし、このまま走っていくぞ。馬に乗ったまま厩舎に行ってもいいけれど、なんだかとろいので走った方がいいです。ついてきてるかな。はい、とろいです。ゆっくり行きます。はい、行きましょう。このままハイデルの厩舎まで行きます。厩舎でこの子を登録してあげるまでは気を抜いてはいけません。はい、ちゃんとついてきてるね。かわいいね。よし、あとちょっと、頑張れ、ワンコ頑張れ、ワンコじゃなかった、お馬さん頑張れ。さあ、ついてきてるかな。あ、いたいたいた。よしよし、さあハイデルに着きましたよ。もうちょっとで馬の管理人がいます。はい、来てるかな。あれ、どこ行っちゃった。あ、来てる来てる。はい、今回はイザウロさんです。よし、馬も来ている。よし、ここで厩舎、
ここですね、左クリックして登録します。あ、男の子でした。この子は適当に馬と名付けます。はい、これでお馬さんをゲットすることができました。わーいわーい。以上でこの動画は終了です。ありがとうございました。